え、変死？と私はうつろな声を出した。話の模様があんまり突飛に変化したのに面食らいながら、若林博士の青白い顔と額縁の中の斉藤先生の微笑と変わる変わる見比べた。そんなにまで人格の高い立派な人がなんで変死なんかしたんだろうと疑いながら、しかし若林博士はそうした私の疑いを押し付けるかのように静かに私の顔を見据えた。またも少しばかり語気を強めた。そうです、斉藤先生は変死をされたのです。斉藤先生は昨大正14年の10月18日、すなわち変死される前の日の午後5時ごろに、いつもの通り仕事を片付けて医局の連中に2、3の用務を頼んでこの部屋を出られたのですが、それっきり箱崎網谷町の自宅には帰られませんでした。